明日投開票が行われる衆議院選挙を前に、県内各地では投票所の設営作業が進んでいます。神戸市内では合わせて349カ所に投票所が設けられ、このうち神戸市中央区の港島学園では市の職員らが投票箱の確認やパーテーションを設置するなど設営作業に当たりました。今回の選挙には県内12の小選挙区で56人が立候補していて、裏金問題を受けた政治改革や物価高への対応を含む経済対策などが主な争点とみられています。県内では昨日までに有権者の 14.09% が期日前投票を済ませていて、利用率は3年前の前回より 1.19 ポイント減少しているということです。また神戸市内の期日前投票所では今日一時的に投票ができないトラブルが発生しましたが、現在は復旧しているということです。衆議院選挙の投票は一部の地域を除いて明日午前7時から午後8時まで受け付けています。サンテレビでは明日午後7時55分から開票速報を特別番組でお伝えします。